너와 달리 쓴거야 또 이마 기여됐죠? 이게 뭐야? 이거 이제 못 없지? 어 그럼 지난 눈이야 이거 못어 유래 막 그러면 안 돼 それはですね、あの、削りたてをバーッと丼の真ん中に巻いて、その上からしょうゆをシャーッと垂らす。それだけでも何もいらない。もうこれ喋ってるだけでもう、ほら、こういうふうに色だけが出てるでしょ。髪がですね、カツオ節粉がですね、油を分解する酵素、甘みを出してですね、きれいに油を分解してて。それからもう一つはね、その、なんであんなに世界中からなるかというと、カビがですね、
もう1回、2回、3回、4回とかかみつけてきますね。その都度、水を鰹節の中から吸い上げちゃうんですね。そのために最終的にはもう、だから素晴らしいできた鰹節を叩きますと、カンカーンと飛ばせるでしょ。これ素晴らしいもんでね、ほらあんな異常にやっぱり体をあの水を固くするっていうのは、やっぱり発酵の底力っていうかね、鰹節の素晴らしさだと思うんですね。だから鰹節の効用っていうのは、何つったって食欲を立たせるとって一番でしょうね。こんな大きなね、鰹があれだけ凝縮されてるでしょ。ものすごい栄養価値があるんですよ。タンパクもあれば、ビタミンもあれば、ミネラルもあればね、それと今一つのいろんな、あんまり気がついてないのがペプチドという物質なんです。これはね、タンパク質が鰹節菌で分解されてアミノ酸が行く前の物質なんですね。これが肝臓を非常に強めたり、それからですね、あのものすごいそのなんていうんですかね、あのスタミナ源になったりね、そういうのペプチドがね塊なんですよ。それから今一つはミネラルが多いですよ。今日本人は多くですね、ミネラル不足で病気になってるって言うんですね。例えば地方症なんていうのはまずミネラル不足だろうということも言われてるし、それからあの若い人たちの間に精子の減少ですね、精液のがこれもミネラル不足だって言われてる。切れるってこともミネラル不足だって言われてる。こういうミネラルが全部鰹節なのに濃縮されてるんですよね。だからこれはね、素晴らしいことだと思いますよ。だから日本人がその今どん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 とそのアメリカのね、いろんな食に行っちゃって、和食の底力っていうのは鰹節から、いまいちの日本人はね、勉強しなきゃならないね。鰹節から削ることから、出汁を取るところから、そういうことがね、やっぱり素晴らしいね、教育にもつながると思います。そうですよ、実はあの食べ物の文化ですよね。食の文化って言いましてね、自分でね、食の世界遺産日本編っていうのをこの間講談社から一冊書きました。その中に鰹節っていうのはもう世界の食の遺産の中でも、最たるものの一つである。何と言っても日本のその和食というものの底力にずっとなってきた。これはもう全く世界に冠たる、天然発酵調味料で、これを言わずしてね、あの世界の食の遺産なんて言えないとね、鰹節はすごいもんです。鰹節は偉い、ね、甘い、酸っぱい、しょっぱい、苦い、辛い、味を表す5つの言葉であります。しかしこの5つの言葉では表せない6番目の味、それが鰹節の旨味なのです。そう、足の持つ旨味という味覚、これは人間が食生活という学習の中から後天的に身につける味覚なのであります。言い換えれば、旨味こそは日本文化に咲いた味の花ということができましょう。さあ、引き続きまして、先般行われましたカツオの生切りのですね、講習会の様子を、撮影してまいりました。その生切り見下ろしの実習動画を皆様に、ご存知ではございましょうが、また再確認という意味でご覧いただきたいと思います。私の不便では、即でございます。僕もちょっと説をお願いします。これはいつ頃やった実習ですか？春先ですね。お、はい、去年の、はい、去年は若手を中心に、ほぐしの製造法を、はい、僕らだけで作ろうじゃないかと、それをまた次の世代に引き継いでいこうじゃないかという思いからですね、はい、始めてます。VTR まだでしょうか？これが生切りの報酬風景。まず最初に大量バターの切り方ですね。今
カトル市といえば、ほとんどは改良型のこの切り方で製造しています。
ここでですね、ヘブシの腹の部分の、はい、骨もほとんど全てですね、取り除いてしまうんです。これが相打ちですけど、はい、改良の場合はお節の方にちょっとボリュームを持たせるんですけども、はい、薩摩方の場合はほとんどまっすぐという分け方ですね。この改良型はああいう少し残してこういう形になった理由っていうのはどういった点なんですか。もうやっぱり改良型の形の方が、まあ、好まれたと、形が好まれた方がいいということですね。そういう部分はあると思います。今でもわずかですけど、はい、この切り方で製造している工場もいくつかあります。なるほど。はい。私どもは肺骨をいただくことはよく血折りとか、あ、そういうね、はい、その切り方の時に出るわけです。そうですね。今なんか切れ目を入れたのは、あれは井上さんの工夫で、切れ目を入れることによって切れが出てくるということでした。はい、それはその独自な工夫みたいなもの。そうですね。昔の書って言ったら失礼ですけども、はい、ここでこういろいろ工夫しながら。はい、トレーニングの深いですね。はい、どうも久保さん、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。以上、枕崎かつお節、枕崎のかつお漁、かつお節製造の歴史、本枯れ節のできるまで対しましてお送りいたしました。不詳私チャンサネの不便、皆様、お聞きいただきまして誠にありがとうございました。